皆さんどうもサリカトモです。いつもトモスターをご覧いただきありがとうございます。本日は皆さんにご報告がありまして動画を撮らせていただいております。タイトルにある通りなんですけれども、この度タイから日本へ帰国することとなりました。本日で YouTube を始めて1年と4ヶ月になりまして、皆さんトモスターの動画をたくさんご覧いただき本当に心より感謝申し上げます。ありがとうございます。今回の帰国についてなんですけれども、本帰国ということではなくてワクチン接種のための一時帰国になります。タイは10月1日からレストランなどに入るのもワクチン接種証明書などが必要になりそうというニュースとかもあります。また大取引先さんの営業の方からアストラゼネカ社製のワクチンを接種したんですけれども、そのロットがタイ生産のロットだったということで WHO に承認されてないので、今後まあ海外出張が増えた時とかに使えるのがちょっと不安ですというような声も伺ってました。1ヶ月ほど日本に帰国して日本からのリモート業務をさせていただけることになっています。 YouTube に関しましてはちょっと本業の方が今ちょっと忙しいので、動画の長さがちょっと短くなったりとか、あとは更新頻度が若干減る可能性もあるんですけれども、今後もタイ入国関連だったり日本入国関連のニュースを引き続きお伝えできればと思いますし、これからにタイから日本に帰国する Vlog も皆さんに情報としてお伝えできればと思います。戻ってくる際の Vlog でしたり、エース級ホテルでの隔離生活やホテルの紹介などもしていきたいと思いますので、今後とも引き続き動画ご視聴いただけましたら幸いです。いつものニュースの感じとは違ってちょっとダラダラ話してしまったんですけれども、本日のご報告は以上となります。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サリカッ。